第3競争です。サラ系4歳の未勝利戦ダート 1700m 12番の東海ベスト出走を取り消しまして11頭で争われます。スタンド前のゲートインスムースに終わりました。スタートしました。スタンド前の先行争いに移ります。まず中の方からタマモクロス、内の方からはエイティロマンとラブリーエリカもムチが入っております。先行争い、外の方からはヤマトスパークも出てまいりました。1コーナーに向かってラブリーエリカとタモモクロス、この2頭が前並んで1コーナーのカーブ右に切っていきます。その後は2馬身ぐらい切れましたヤマトスパーク、内をついてはエイティロマン、その後1馬身差ビューティフルが現在5番手の体勢です。その外半馬身差にはワイドガール、さらに内1馬身差ヒカルプレス、その後2馬身切れました島のトールが後方から3頭目の位置、さらに1馬身差日本ピロモンテ、さらに4馬身ぐらい開きました競泳山城とノースキングが最後方から追走していきます。向こう上面の直線コースを3コーナーに向かって 1000m の標識を通過、ラブリーエリカが先頭です。1馬身のリード、2番手にはタマモクロス、3番手は内からヒカルプレスが進出してまいりました。外からはビューティフルとエイティロマン、さらにその外ワイドガールも並んでおります。3コーナーのカーブに入って800の標識を通過、その後には島のトール、さらにヤマトスパーク、日本ピロモンテ、後方からは競泳山城とノースキングが追走していきます。3、4コーナーの中間地点、これから4コーナーのカーブに入るところ、600の標識を通過しました。ラブリーエリカが先頭です。1馬身差タモモクロス、3番手には外から1馬身差ビューティフルが徐々に差を詰めてまいりました。内をついてはヒカルプレス、さらにその中ワイドガールが現在5番手の体勢、6番手にはエイティロマンで400を切って直線を向いてまいりました。さあ前はほとんど3頭が並んでいる。外からはビューティフル、中をつくタモモクロス、内で粘っているラブリーエリカ、ラブリーエリカはまだ先頭か、しかしタモモクロスが出るか、3番手ビューティフルがやや伸び足がないか、 200m を切りました。しかしビューティフルも伸びてくるか、先頭はタモモクロス、タモモクロスは先頭、2番手にはビューティフル、3番手ラブリーエリカはややいっぱいだ、先頭はタモモクロス、ビューティフルが半馬身差に追い詰める、タモモクロスが粘るか、今先頭ゴーリン、タモモクロスが半馬身差ビューティフルの追撃を振り切ったようです。タイマグナムオーパス、内からはカスタムバロン、セルバスター、タマモクロスも収まりました。最後にリニアートラスが向かいます。これもスムースに収まりました。体制完了です。スタートしました。15頭ほぼ揃いました。スタンド前の先行争い、内からはワンモアビリーブが出ていきます。中をついたグリーンレーガン、外からは同冠王も先段争いに加わっていきました。さらに内からは土佐の朝風、1コーナーに向かってまずワンモアビリーブと土佐の朝風、この2頭が前へ出る、おっと落馬、おっと9番落馬と連れて4番のサマモクロス、そしてタイマグナモーパス、エイシンガーランド、この3頭が発走直後落馬をしております。タマモクロス、タイマグナモーパス、エイシンガーランド、この3頭が落馬をしております。馬群の方は2コーナーのカーブに入ってワンモアビリーブ、2馬身のリード、2番手には土佐の朝風、そして3番手3馬身差金銭太陽が3番手です。4番手は2頭並んでおりますが、外から内に14番のリニアアトラス、外からはグリーンレーガンの体勢です。その後3馬身切れて同冠王が現在6番手、その後1馬身差カスタムバロン、そして競泳日高、そして外を回ってもう1頭上がっていきますのはオプトライダーの体勢です。そしてその後は3馬身から4馬身切れました山人メイトが追走、さらに5、6馬身切れましたセルバスター、ムチが入っております。最後方は12番のサンライズワールドで、早くも馬群は3コーナーのカーブに入っております。先頭はワンモアビリーブ、そして土佐の朝風、この2頭が前を並びました。その後1馬身半から2馬身切れまして3頭並んでおります。この中金銭太陽、さらに競泳日高、外を回ってはグリーンレーガン、さらに1馬身半差オプトライダーが現在6番手の中に入ってまいりました。そしてその後カスタムバロン以下が追走、すでに600の標識を切りました。4コーナーのカーブに入って土佐の朝風が先頭、1馬身半から2馬身とリードを開いていきます。2番手には内をついて金銭太陽、さらにグリーンレーガンが3番手、その後オプトライダーが4番手から3番手を伺う体勢です。4コーナーのカーブから直線を向いて先頭は土佐の朝風、リードは3馬身と開いていく。2番手内から金銭太陽、外からはグリーンレーガン、4番手からオプトライダー、さらに山人メイトもいい足で追い込んできたが、さあ200を切っています。土佐の朝風が独走体制、4馬身から5馬身とリードを開いていく。2番手は外からグリーンレーガンが伸びた、グリーンレーガン2番手、金銭太陽3番手、土佐の朝風圧勝ゴーリン、続いて2番手にグリーンレーガン。